ボートレースファンの皆さんこんばんはこんばんは日刊スポーツ杯準優勝戦第10レースの展望番組を日刊スポーツの栗原弘人記者とお送りしてまいります栗原さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ6日間のロングランシリーズで行われている今節なんですが、はい、謝敗ですねそうですねはい,ですいつもよりねはい。気合,入れ,気合入れてね予想はしてるんです、ね、<laughs> 本当ですか、まあ、気合入れたからといって、ねはい、当たるわけじゃないですね <laughs> どううでしょうか準優勝戦上がってきたメンバー見られているまあちょっとね、はいえー、まあまずまず、うん、まあ12レース、11レースなんかは1号艇にね、はい、下條選手、うんうん、住谷選手と主力が並んでますしわり、はい、かし順当かなとはいわ、はいうん、かりました、それでは早速10レースメンバーからご紹介いたしますはいまずは1号艇、水間淳2号艇、一色正明3号艇、浅見正勝。 四号艇北村誠二、五号艇戸塚国吉、六号艇森隆弘以上の六名となっておりますこの中でフライング持ちや出送り持ちはいませんそれでは栗原さんモーター評価の方お願いいたしますはいまあ順当って言ってしまったんですけど、はい、割とね今節の混戦メンバーを象徴するような、はい、メンバーが勝ち上がってきたなぁ 先発点から始まりましてまずは1号艇水間選手、8点、高い評価ですね。そうですねはい進出戦もまあ浅見選手の1号艇だったんですけど 1>,、はい、1マークね、ちょっと失敗したかなっていう感じでね見てたんですけどその後、まあとぐーっとバック伸びて、はい、浅見選手捕まえて勝ちましたんでね。うんはい、あまああスリットあたりがちょっと もう少し欲しいっていうような評価なんですけど、はい、本人のですね、はい、ただかなり足はね、良さそうなんですよね。そうですねこの71号機は前節優勝モーターでし、ね、そうですね、はい、まあ正直ね、あのー、A 級が乗ることが多かったんで、はい、勝率だけのエンジンかなと思ってたんですけど、かしねあそして同じく8点なのが2号艇の石木選手ですね。うん、石木選手もまだ まあ納得とまでは言ってないんでしょうけどやっぱ出足とか乗り心地の部分でですねただ、やっぱ伸び負けはま,あまずないというか<お>逆に強めの足ですね強<め>やっぱ24号機、はい、まあコース上通りというところでしょうか。はい、はい、分かりました、そして3号艇と6号艇が7点という評価ですね、うん、浅見選手もね3日目はすごい良さそうに見えたんですけど、うん、日4日目はんまあ いいかなぐらいの感じで出足系統にはね、はい、回り足とかには結構手応え持ってる感じだったんで、うん、であと森選手は、準優勝進出戦はね、正直ちょっと前が塞がって、行き場なくっていう結果でしたけどうね。うんなんですけど、まあ、伸びは変わらずいいですよということで、うん、やっぱエンジン的には十分かなと。うんはい、北村選手はね、印はまあ当然回るんですけど、ちょっとやっぱ、ターン回り。 はい、が、もう少しということでね。まあ、正直北村選手の実力から言えば、5よりは低いかもしれないっていうようなね。ちょっと今節は足的には目立たないです、ね。目立たないですね。はい、わ、はいはい、かりました。それではえっと見出しの方行きましょうか。はい、まずは水間選手が軸もその他接戦というとこですね。まあまずはね。 水間選手の逃げ中心なんですけどね、やっぱね、気力上位の選手もね、いるんでね。まあ、準優一番の激戦区じゃないかなと思いますけどね。はい侵入の方は。侵入。幕なりですよね。幕なり三対3ですかね。はい、じゃあ、それを含めて本命フォーカスの方お願いいたします。まあ、まずはね。はい。なから。はい。一頭の。 まあまあ、ちょっと薄いところでね、はい、森選手あたりも3得はとってもいいかもしれないですね。はい、はい、分かりましたそして狙い目の方はこのレース、どうなりそうですか狙い目はね結構ありますよね、うん浅見選手が、ねはい、いい位置にいますんでねんまあくり出し、まくりの 3, 3から 1> 1、はい、3、4の流し。うん、お でちょっとね、センター勢の攻め意識して、はい、水間選手がちょっと流れたりとか勝、はい、っていくような感じになれば、意識、うん、選手にもチャンスということで、流しとかまあモーターも良さそうですからね,そうですね足がいい分ね、ちょっと届いてしまう可能性は結構あるかなと思いますね。はい、はい分かりりまましたありがとうございます このようにお話しいただきましたので皆さんぜひ参考にしてください第10レースの展望番組お伝えいたしました栗原記者ありがとうございましたありがとうございました